アーマードコア6ファイヤーズオブルビコン近日プレイ画像公開か。オンラインは3対3。皆さんこんにちは、こんばんは。ももぐれももみチャンネルのももみです。今回も海外より最新情報が入りましたよ。それじゃあ行ってみよう。海外大手ゲーム系 YouTuber のツイートやアメリカの掲示板によると AC6 のパッケージサンプルが日本にて目撃されているとのこと。確かにヨドバシ等の店舗にはブースやパンフレットが置かれているのでパッケージのサンプルもありそうですね。そしてその裏面にはプレイ人数が記載されているとのこと。クロム公式からストーリーはシングルプレイであると公言されています。今回話題になっているのがオンラインでの人数です。なんとオンライン対応人数が2から6人。そしてオンラインマルチプレイについては最大6人体制に対応、観戦含め最大9人まで同時参加できますとの記載が。この記載や過去作から考えるとまず1対1の対マンはあるでしょう。2対2のチーム戦もできそうですね。もちろん6人乱戦とかもあるでしょう。そして先日のストーリートレーラーにも見られましたが617、619、620のハウンズ部隊のように3対3の対戦もあるかもしれませんね。そして感染者交代メンバーが3人、合計9人で同じ部屋で遊べるということでしょうか。おお、これはタイマン好きな方からチーム全好きな方までみんなが満足できそうな感じですね。うまいなフロム、3対3とかも楽しそう。ストーリートレーラーみたいな大型兵器 VS 3人部隊や6人部隊のモンハン的な PVE のマルチプレイとかもあるのかな。どの形式も楽しすぎるでしょう。もう一つの情報としてはイタリアのジャーナリストによるとゲームプレイの禁輸措置は来週解禁されるとのこと。公式から口止めされていた情報を公開できるということでしょうか。現在アメリカではコミコンが開催中、日本では7月29日から店頭体験会が開催ですので遅かれ早かれ今週も動きがありそうですよ。暑い夏を共に壁越えといこうじゃないか。ももぐれももみチャンネルでは様々なゲームの考察解説紹介動画を出してまいります。ぜひとも皆様チャンネル登録高評価お願いいたします。それではまた次回の動画配信でお会いしましょう。もぐれももみでした。またね。